ソーマキューブで作られた立方体ソーマキューブはピート・ハインが考案した7つの立体のピースを3、33の立方体に組む箱詰めパズルである。本来の立方体を作るという目的の他に7辺で様々な形を作れることから3次元版のタングラムと呼ばれることもある。ピート・ハインはこのパズルをベルナー・ハイゼンベルクの量子力学の講義中に考えた。 ソ馬マの名称の由来には、諸説あり、オルダス、ハックレイの小説、ブレイブニューワールドに登場する架空の薬に、由来するとも、その元となった、神話上に登場するソ馬マに由来するとも言われる。ソ馬マキューブのピース、ソ馬マキューブの7つのピースは、の両方を満たすものすべてである。具体的には、立方体参考、L 字型につなげたものと、それに一つの立方体をつなげた六つの型の、 計7個である。相馬キューブを解く上で、パリティの考え方が必要になることがある。ジョン・コンウェイラはこの特性を考慮した上でこの問題に、取り組み、ウィニングウェイズ・フォーユア・マセマティカル・プレーズに、全240回を発表している。この解析には、A とト・クイーンなどと同じようにバックトラック法が、使用されている。ありがとうございます。